ユキミ・ナガノはスウェーデンの女性シンガー。ベスト・ライエータランド兼ヨーテボリシ出身の日系スウェーデン人。スウェーデンのベスト・ライエータランド兼ヨーテボリシに生まれる。父親が日本人で母親がスウェーデン系アメリカ人のハーフ。母親の影響でアメリカンフォークミュージックを耳にする環境で成長したが彼女は好んで R&B をいつも聴いていたという。 その後、マグナス・ジングマークとオスカー・シモンソンによって結成された二人組エレクトロニカ・ジャズユニットであり、世界中に北欧ジャズブームを広めたクープにシンガーとして参加。2003年には彼女の高校時代の友人、エリック・ボダン、フレドリック・バリン、ホーカン・ビレーンストランドによって結成されたヨーテボリを拠点としたバンド、リトル・ドラゴンにシンガーとして加入。 またエリック・ボダンと共に、ホセ・オンザ・レスと、ライブで共演している。また、ゴリラズのアルバム、プラスティック・ビーチ・内の2曲、エンパイア・アンズ・ツー・ビンジにおいて、ボーカルで参加、また、歌詞の共作も行っている。2004年には、クリストファー・ベルグによる、アシッド・ジャズ・ハウス・ミュージック・プロジェクト・ヒルドが発表した、アルバム、ムービン・オンに、収録のナンバー、I Love You My Hope、 フェーディング・ブルーズの2曲にシンガーとして参加。I Love You My Hope は J-Wave の各番組内で幾度もオンエアされ、同、J-Wave にて日曜午後1時より放送中のカウントダウン番組、時をホット100で最高24位を記録している。ありがとうございます。